どうもオベラです。さあそれではガチオコバトル県民大美術館のステージですね、やっていきたいと思います。ということでチャンネル登録高評価忘れずによろしくお願いします。ということでさあそれでは相手の編成はオーバーフロッシャーにボールドマーカージムワイパーにスプラマニューバーコラボということで、あ非常に強い。あーこれ結構フリタイムになるな、これ複数によるし、あーまあマニューバーとジムワイパーやから非常に強いから、まあガツガツね来るでしょうけど、こっちもガツガツいって押されまくってるとまた武器パワーでいかれてしまうから、こっちからもねしっかりやっていきたいところ。いやーこれきついな、マニューバーあんまアーティーしたくないけど、こっちが行くとこ引くとこにいるわガチガチ前に来る感じの、まあ手を固めて倒したりとか連続キルが入ったタイミングでって感じになってくる。あーエナジースタンダー取りたいな、よしよしよし、前線上げる前線上げるライン上げる、よしよしナイスナイスナイスカウントリード、いやよく頑張った、まあ、ゴリゴリ攻めて中央の高台とあと向こう側のね低いところが絶対来るから、もう警戒してるもんねこれね、あの中央の高台取られると、よし手は発動、ナイスナイス止めるのナイス、いやあんま意味なかったなこっから上げていかないといけない、そこいる、よしエナジースタンドナイス、シールド置いて後ろからも来ておる、よし、これ、いやー、ここ割り勝てないな、これは。ここ割り強い。あー、でもそっちに方向行ってくれたのはいいかな。これちょっと上げるだけ上げていこう。上げるチャンス。ちょっとあえて、ラインが下がったから。よしよしよし。さあ、しっかりできるだけ先端で倒して、シールド置いて。よしよし。うわー、ショックアンダー発動したか。これいけるかな、いやーちょっと足場取れた、あえぐい、ちょっと距離が近い距離が近い、あいけたいけたいけた、よし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 、ナイス関門突破やりました、ナイス、よしよし、これシールド置いたりとかいい感じでやっていきたい。さあカウント進み、ナイス、これちょっと距離近いな、よし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 、シールドあってよかった、ここ持っていきたいけどそこにいるのね、カーリングボム強いね、ナイス、あーめちゃくちゃナイス、オーバーフロッシャー、あー垂れ流しがなかなか手が溜まったらね、左の高台とか取っていきたいところを、これちょっと爆発するわ、ちょっと距離が近いな、まあやけどカウントリードできたのは非常に大きい、ジムワイパーとかマニューバーとかあの強い武器がいる中でね、よしよしよし、あとこの中央の高で取らせないようにしたい、いここは巻き込まれないようにして、足は動いてない、いやそこのスプリンクラーめんどくさいじゃん、倒した、よし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 、まあ突破はされたけど大丈夫、ここから防げる、いやそこ帰っていくの偉いな、帰っていくの偉い、スプリンクラー壁とかに貼り付けられてるとねその辺り濡れるし、でダメージ入るのがね非常に厄介なんで、スプリンクラーの使い方としては最高ですね。来た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 、いや惜しいな、削ったやりか、これ近づきすぎてもダメージ、これは逃げる逃げる、これ不利やから複数人数やし、しかも相手武器強いから逃げて正解、いやマジで当たるなこれ、まあ焦らないように、普通に武器パワー高いから焦らないように、ワイプアウトとかなったら一気に進められるからそれは避けていきたい、警戒してるけど、まあまあまあ倒せたからよかった、よしよしよし、あーこれ、あーよく止めましたね、これよく止めたよく止めた、残り時間少ない、これシールド置いて、これ絶対矛下ろすんで、めんどくさいとこ持っていきます、あれ絶対ね相手武器強いから矛近くにあると攻められたらめっちゃいかれるかもしれないから、よしよし、めんどくさいとこ持っていくこと成功、仮に倒されたとしても
めんどくさいとこ遠いとこ行くと、でこの間に味方復帰できるから人数取れるから、ナイスナイスナイス、ほこどめ、いやいいとこにスプリンクラー置いてあるな、足場取って、あいナイス、さあそれではガチョコバトルですね、やから市場のステージですね、やっていきたいと思います。ということで、さあ相手の編成はガイエン FF カスタム、デンタルワイパー、なんだスミカで、ダイナモローラーノーチラスということで、なるほど、あこっちも結構後ろ目的な編成か、えぐい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 、当ててはいるけども、ああナイス、まあ最初ね、これはああまあ大丈夫、中央から押し込まれてるわけじゃないし、隅長シート入ってて、いや警戒してるわー、これシールド置いて、うわークイックボムね、うまいなー、やけどその相手してる間に夜間門突破、ナイス、めちゃくちゃナイス、シールド置いて挟み込んでいければ硬直あるから、よし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 、ジェットパック注意したい、これちょっとフリーやけど、あよく倒した、よくやうち持っていけた、サイド両方取りたいですね、両方取ってまあ中央は維持してって感じで、右側来る場合もあるからそれ注意、降りてきてね、そっちからって場合、あー惜しい惜しい、冷静やね、ここショットマジ強いから、右側も捉えないようにしないといけない、これしっかり塗ってそこからの潜伏で来る可能性もあるから、よしよしよし、しっかり止めまして、とさあこの中央、そこいる、そっちにもいる、いやクイックボムがちょっとなかなか厄介、クイックボムがね、これちょっと無理しないに、アーメイフラッシュも来てる、うわ厄介、これ強制的に受けられるから、アーメイフラッシュ体力削られるし、クイックボムが、よし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 、いい感じいい感じ、よく止めた、そしたらいいよね、上げていきたいところ、すごい警戒されてるから、よしってよいか、これでライン上げていきたいな、いやーホコ持っていかれるか、これライン上げたかったけどホコ持たれちゃってそっち行かれたから戻ったけど、前に行ってもよかったかな、そこにおる、帰っていくの偉いな、うわーこれ距離詰められると、さあちょっとまあカウントもそんなに差があるわけではないから注意しないといけない、ちょっと相手サイド取ろうとしてますね、これ近づかれてるとマジダメ、これはクリア、結構届くな、うまいな、まあエナジースタンドあるもんな、ダイナモローラ一番倒したいな、あとエナジースタンドが大きい、まあここのステージは進みやすいもんな、えらいな、こっちに来るっていうのが、ゲート稼ぎがうまい、これライン上げていかないといけないし、方向も持っていかないといけないし、ここ持つか、さあ周りまあキル取ってもらえれば、クイックボムは注意ですね、足場取られるとすんならしいという感じ、いやいいトルネード、やけども冷静に冷静に塗って行けるとこまで行きたい、ジェットパックきついな、これ足元取られるから一回下がるか、よしよしよし、まあまだ矛の時間もあるから、あと左高倒してもらいたいな、あっこ強いから、あと足元これ一旦厳しいな、い
やっぱ公園に持ってもらった方が前に行ける武器は結構粘ったけど、スペシャル使わせて残り時間少ない。これサイド展開もいや警戒してるなずっと見てる。よしスペシャル使わせなかったの大きい。これ倒す。よし矛持ってほしい。ちょっと矛が消えかかってたから持った持ったけど、できれば持ってもらいたい。残り時間も少ない。前に行ける武器が前に行かないと、キル取っていかないと非常にきついと思います。いやーヘイト稼ぎが、ほらこれ持ってくれないかな。ナイスナイス。よし前線上げるぞ。シールド置いて、よし持ってった持ってった。ここ冷静に、よし前一人出れてる。いいぞいいぞ。それこれ飛ばしてもらう。冷静に行けばいける。もうちょっとでデリカム溜まるからシールド置いて粘っていきたい。これ手前しっかり処理、倒す。よし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 、ワイプアウト。いける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 。デリカム溜まってるからワームのこともできる。ナイス。さあそれではガチオコバトル矢柄市場のステージですね、やっていきたいと思います。ということで、さあそれでは相手の編成52ガロンにスクイックリンにケルビン525エクスプロッシャーカスタムか。ケルビンが結構厄介でしょうね、強い52ガロンも強いから、まあ、そのあたり注意し、シールドがあるから結構硬い。そして塗りができるからめっちゃ狙われてる局者当ててくるよね。そうやね、当ててはいる。よし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 、2人倒したが、いやーほぼ引き分けか。あナイスナイスナイス、持ってくれてる。右側にいるのが厄介。これスクイックリン厄介そうですね。これヘイト稼ぎとかしてでバリアがあると、あれバリア飛んでくるし、スクイックリン結構射程あるし上手い人はね当ててくるから一撃やし。でもスクイックリン放置でも行きたくなるけど、相手ガードが硬い。シールドがあったりグレートバリアがあるからなかなか厄介やな。スクイックリンがヘイト稼ぎで、まあその場所取ってサイド展開って感じで行くか。絶対罠なんですけどね、ヘイト稼ぎがうまい。いやこのスクイックリンマジめんどくさいな。相手近くやからこっちブレがあるし、近くでは倒せないし距離取ってきてるからマジめんどくさい。いやーカバーが来た。あのスクイックリンはいい稼ぎ方、ヘイト稼ぎだ。だけどほっといたら飛ばれるっていう厄介さ。そしてシールドがあるから硬い、守りも非常に硬い。スクイックリン近くやし上手い人当たると本当にね面倒やから。よしこの場所取られたら厄介やな。手間にいるもんね。ちょっとライン上げようと頑張るから頑張って巻いてってもらいたい。よしよしよし、なんかジャンプでピョンピョンしてるのはラッキー。いやー見てんのよね。まあそうやね、今回の相手なかなか厄介な武器たち。一方こっちは、まあ、塗り状況があればローラー動けるけど、結構シールドとかされるとっていうところと、まあ頑張ってライン上げるしかないな。サイド展開がうまい。こういう感じで来るからサイド両方取ってる、こっちも取ってるし右側も取ってるから、これ下がっちゃうと余計きつくなるからね、前にガンガン出ていくしかないんやけども、こっちもいやーこのバリアマジめんどくさい。そうなるよね。それ頑張って抜けないか。結構ガンガン相手攻めモードになってる。えぐいな人数が。スクイックリンがずっといいポジション取ってんのよねあれ。まあでもこっち、まあ頑張って前でよ。これは頑張っていくしかないな。これずっとマジで攻めモードになってる。ライン上がらないな。頑張るしかない。一人で4人分の活躍をいくぐらいのつもりで、連続キルが入ればちょっと頑張って前でよ。
よし倒した。厄介な敵スクイクルに倒したから、あいも倒した。頑張って出よう前に。なかなかのめんどくさい感じである。いいポジションずっと取ってきてるからな。シールドで硬いし、いやー一体複数人になっちゃってるな。連続キル取るしかないな。頑張って、きつっ。しかも相手矛めっちゃ持ってくるから、寛容意識が高いから周り塗られるのとキル取られるから、こっちだ。でも味方破壊されてんのか。いやー相手積極的に持ってくるし、前に出てくる、こういう時きついのよね。編成の、まあ編成さもあるけど、でこの下おるでしょ。うわシールド消えた、最悪。ふう、ちょマジで時間ないから持ってもらいたい。頑張って敵倒したりとかライン上げるから。よしサイド展開取ってるよね。倒した、もう誰も持たない。いやこういうチームの時本当にやりづらいけども、これはもうさすがに持ってもらいたい。これ持たないと負けるよ。あナイスナイス。まあメガホンでちょっと頑張って前行くから、っていうか溜まってもらいたい。ナイスナイス、ローラーナイス。そう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 、そうやって出れば可能性はある。大丈夫ね、もうちょっと低下も溜まるから。さあ、あーナイス。さあそれではガチオコバトル金目鯛美術館のステージですね、やっていきたいと思います。ということで、さあそれでは相手はドライストリンガー、ロングブラスター、2リッターにスペースシューターか。まあ長めで、まあ、火力はちょっと低いか、低いけど足は取ってくるのは厄介という感じということで、ドライテックエグいな。足は取られると塗りは強いもんね。塗り強くて、あの中央に、中央の高手とかにリッターとか立たしたくない。ストリンガーとかね、あと左側が攻められる。まずめんどくさい武器倒す。よしよしいいぞ。2人取った、上がってこいかな。3人取った。いやーあっち飛ぶのよね、相手一生懸命出てきてんのか。あーナイス、よく持ってくれた。いや戻っていくの偉いな。いや帰っていくの偉いな。ポイズンミストめんどくせー。これテレビか使う、相手弾き返してくるよね。やから、よし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 、一人は持っていく。よしよしよし、やみ方よく持ってくれた。よし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 、ポイズンミストめんどくせー。これほんと強いな、特にこういうルールはみんなめんどくさい武器持ってくるから。よしまあまあまあ一人倒して、いやこのね中央の盤面取って右側も行けて、これは非常に大きい。本当によく持ってくれた、じゃないと攻めが続いていたかもしれない。さあ相手矛下ろしてくるか。いや惜しいな、当ててはいるけど、すごい警戒されてるのと、関門突破。センサーめんどくさいな、センサーとリッターの相性抜群。よし強い武器倒した。マジでこのポイズンミストスペースシューターがそんな強い武器ではないけど、濡れるのと射程があって、センサーでね、センサーと相性がいいから、相手の武器がそういう武器やから、トラップですよね。これライン上げていかないといけない、ライン上げるのマジで大事。あの高手とは強いけどな、インク割れるとマジできついから、これ無理やりでも上げる。あえて上登ってくるよね、あれ後ろから倒す。よしカモとかナイス、降りなくてよかったな。まあいけるか、よし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 。いや持ってくんのよな、ここ下ろしてくんのよな、戻るよね。
戻るのが偉いわ。めんどくさい武器たちが。ちょっと頑張って、ていうかでライン上げよう。よしよしよし、味方持ってくれてナイス。ちょっとこっちはラインを上げる動きをするから、まあ、ライン上げないとめんどくさい武器倒さないと進まないから。よし、いい場所取った。これできるだけ生存してやっていきたい。さあ早くアウト。さあいけるかな。ここで頑張って兵装活躍するから、ナイスナイス。さあ作戦通り成功。これ一旦抜かれないように注意しないといけない。抜かれるよね。とりあえずストリンガー、まあまあ作戦通りいけた。これほんまに前に出ないとカウント進まないから。足場取られるわ、バックフォアあるわ、リッターで一発で抜かれるわ、センサーつけられるわってなるから、非常に前に上がりづらいから、できるときに頑張らないと。いや、歩行下ろしてこんな偉いな。ナイスナイス、よく止めた。よし、いいぞいいぞ。ここの関門のとこ行けてるから。ナイス。ありがとう、持ってくれて。マジで、めんどくせえ、あのポジションの。まあまあ、まあリードはしてるから焦らないようにしつつ、あ、来てる、倒す。よし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 。でまあハイドラントとかあの中央の高台とかにいといてもらえれば強いから、まあトライストリンガー倒さないとって感じやな。トライストリンガーマジめんどくさい。足場取ってくんのとポイズンミスト。いやー、相打ち取ってくるか。さすがロングブラスターです。まあでもポジション的にはいい感じになった。こっち攻めの状況になってるし、ハイドランとあの高台ずっと言っといてもらえれば。まあ戦車めんどくさいけどダメージ入るわけじゃないから、これ時間少ないからホコモと進んだら持っていくし、進まなくてもホコアリが手間かかるから、で遠くに運んで。よく頑張ってる。相手リッターとかいたらね、ハイドラントとかも難しいけど、いや、よく頑張りました。それでは最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、 SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。